はい、こんにちは、ペソでございます。小生録ですね。続きやっていきましょう。さあ、ようやく完成しましたので、どうしようかな。ちょっと一旦ね、戻らせましょう。金山があるからね、本当はこう囲む方がね、いいと思うんで、ちょっとこれをやり直しましょうか。うん、こっちで引き上げましょう。で、松井さんの舞台ね、補給再開で、まあこんな感じでいいかな。こうしましょう。はい、あれあれ。で、一旦帰った。あれ。あ、ん？ここだっけ？うん、小太郎さんとね、5000ずつ持たせて。ああ、そうか。降雪してるからか。まあ、ちょこっと減ったよね。
まあ、これでよしと。で、あとは、繁華ゴミをね、しときましょう。さあどうかな。配置はやめないけど、よいしょ。ほぼほぼ損害なし。海保さん逃げちゃったけどね。
そうかそうか、胸の上さんも来てくれたんだ、忘れてた。これで、うまくね本陣を叩ければいいんですけどね。まあ長引かせても全然 OK なんで、よしよし、いいよ、いい感じだし。あら、和田さんだとダメ。ここは、下妻さんはちょっと厳しいと思うからね。ありゃ。
感じかな。こんな感じでいいかな。燃えてるとこないよね。はい、ではセカンド、まあ分けましょうか言ってたんですけどね、17アップになったらそのまま回ってきても24、5分っていう計算になると思いますんでね。あ、捕まった。うおー、毛利家に投与。あ、ではちょっと終わりますね。はい。